こちら2週間前の我が家の芝生です。今年は毎年のように悩まされているドライスポットを抑え込んで、他に目立った病害にも襲われていなかったのでいい感じだったんですがね。この2日後からほとんど雨続き、こちらは1週間前の様子、すっごい降ってます。水たまりができないのが自慢の我が家のグリーンなんですが、さすがにこの雨だと排水が追いつかなくて、低いところに水が溜まってます。強い雨が収まれば15分程度で水たまりは引いてしまうのですが、しとしとと雨が降り続いているので、土がぬかるむとまではいかないけど、低いところの芝の上を歩くとじゅくじゅくと水を含んでいる感じがします。で、水たまりになっていたところに病害が広がってしまいました。反対側にも茶色いパッチがいくつか見られますが、多分ブラウンパッチじゃないかなって思ってます。今回は過去に我が家の芝に襲来した病害の一部を紹介したいと思います。これは8年前に駅ヒとかを撮影した時の画像なんですが、背景の芝生にブラウンパッチらしきものが多数発生しています。これは何だろう、剥がれ病かな。正直芝生を何年もやっていますが、この症状は何って確信持って言えることはあまりありません。なので間違ってたらごめんなさい。これも芝生を始めたばかりのペンクロスで出てきた症状なんですが、ピシウムブライとか何かかな。なんか芝が溶けるような症状が出て、芝刈りをするとカリカスがすごく臭かった記憶があります。こちらは芝生をリセットして007にしてからよく出るようになったダラースポットです。1ドルコインのサイズのスポットが点々とできるのでダラースポットと言いますが、これは結構激症化してますね。ダラースポットもこのように冷涼湿潤な朝に菌糸の塊が現れることがあります。ダラースポットは窒素不足だと出やすいので、とりあえず液肥をまいときゃいいかなって時もありますが、窒素レベルが高い場合に発生するピシウムも菌糸の塊をつけるので判別が難しいですよね。お次がこちら、なんか黒い汚れみたいのが見えますよね。拡大するとこんなドロッとしたものが付着しています。こちらは色違いです。これはホコリカビ病ですね。病って名前についていますが、粘菌の仲間が芝の葉に付着しているだけです。一般的に病害菌は芝の葉の細胞内に侵食して芝を枯らせてしまいますが、ホコリカビ病の粘菌は基本的には芝を枯らすことはありません。晴れ間が続けば自然と消えますが、見た目がグロいので取り除きたかったらホースのジェット水流で飛ばしてしまうのもありです。次はキノコです。芝生はキノコにとってとても良い環境のようなんですが、そのうちの数種類は芝生にとって害のあるキノコがあります。その害のあるキノコの一つ、チビホコリタケが我が家を毎年のように悩ませています。直径5ミリから2センチくらいの球体で、見た目は小さなマシュマロのようですが、放置すると1日から3日で球体が割れて中から胞子を飛ばしてしまいます。キノコボカンなんて呼んでいますが、胞子を飛ばされると広範囲に広がってしまうので、発見したらすぐに摘み取るようにしています。いわゆる毒キノコってわけじゃないので手で摘み取っても人間には無害なんですが、潰して胞子を飛ばさないように注意が必要です。
チビホコリタケの菌糸は芝生の床土の中でリング状に広がって、このように芝生にリング状の模様が現れます。芝の根に絡みついた菌糸からフェアリーリング化合物と呼ばれる植物成長ホルモンが出ているらしく、その部分だけ芝が青くなっています。一見芝が成長してくれるので良さそうにも思えるのですが、芝の根に絡みついた菌糸は撥水性を持ってしまい、芝の根が吸水するのを阻害して芝を枯らせてしまいます。まるでミステリーサークルのように枯れてしまいます。このようにリング状に枯れたそばにチビホコリタケが出てきたりもするので、間違いなくこいつが犯人ですね。フェアリーリングは砂の床土で作られた芝生に発生しやすく、ベントグラスのような寒地芝に限らず、高麗芝やティフトン芝にも現れます。ゴルフ場の野芝のラフに芝ふたきか紫しめじか分かりませんが、大きなフェアリーリングを形成しているのをよく見かけます。我が家の場合、フェアリーリングは梅雨頃から症状が出てきますが、症状が出てからの防除は不可能で、10月の涼しくなる季節まで後が残ってしまいます。今年は春先から殺菌剤でフェアリーリング対策を行っていたので、7月の中旬の現時点でもなんとか症状を出さずに耐えています。まあこれから先はまだ分かりませんけどね。最後に我が家の芝生で最も重大な問題になっているドライスポットです。この写真の手前の白いポツポツはドリルエアレーションをやった後なので関係ありません。なんか芝の色が紫っぽくて、その周辺が白くなっているのがお分かりいただけるでしょうか。何らかの理由で土壌が撥水性を持ってしまい、散水しても水が浸透していかず、芝の根から吸水できなくなってしまい、しまいに枯れてしまう症状です。だいたい4月下旬のゴールデンウィーク直前くらいから症状を見ることができて、ひどい時は梅雨入り前までに枯れてしまうことがあります。梅雨の長雨でドライスポットは改善されるのですが、症状が出ていた箇所は梅雨明け直後の猛暑で 2,3 日の間に枯れてしまうことも。ドライスポットの原因は諸説あるのですが、先ほどのフェアリーリングのキノコ菌が原因とも言われています。それ以外にもそもそもの散水量が少ないというのも大きな原因の一つなんですが、一度土壌をカラカラに乾燥させてしまうと、その時点で土壌は撥水性を持ってしまいます。カラカラに乾燥した古い雑巾に水をかけても弾いてしまうのと同じです。カラカラに乾燥した土壌に水を染み込ませるのに土壌浸透剤なんてのもありますが、一番いいのはドライスポットの幹部に大量の散水を行うことだそうです。ドライスポットが疑われる箇所にはこのように朝露がつかないこともあるので、症状が出る前に早めに処置する必要がありますね。あとこれは2年前なんですけど、梅雨明け直後にイチゴが枯れ始めて、お盆が過ぎた頃には完全に剥げてしまいました。この時は枯れた芝だけ剥がして種をまくところからリセットしているのですが、枯れ芝を剥がした時に大量にコガネムシの幼虫が出てきました。剥がした枯れ芝もペラペラに薄くなっており、この大量発生したコガネムシの幼虫が根を食ってしまい、それにより吸水できない芝生がドライスポットのような症状を出し、しまいに枯れてしまったのではないかという疑いもあります。何にしても土壌の下のことなので、本当のところは分かりません。原因を一つで考えず、広い視野で対応していくことも大事ですね。いかがだったでしょうか。これらが我が家で発生した病害の代表的なものです。写真もすべて我が家の芝生です。病害は発生後に殺菌剤で駆除しても後が元通りになるのは早くて2週間。寒地型の芝の場合は夏は復活が期待できないので、10月くらいまで後が残ってしまうことにもなりますからね。
病害は発生してから殺菌剤をまくのではなく、病害が発生しない、広がらないように普段から定期的に予防散布することが、結果的にコストも抑えることができ、美観もキープできます。このチャンネルでは自宅でパッティンググリーンを仕上げる様子を公開していきます。ご視聴ありがとうございました。